ありがとうございます。こうしてここに来られるのは嬉しいですね。まず皆様を1986年にお連れしましょう。スウェーデンでは2つの髪型が流行っておりました。後ろにある通りですね。これは音楽の2大スタイルを代表していたわけですが、私13歳でいろいろ考えていました。どういう選択肢にしようと。そこで、チェルノブイリが起きました。86年4月26日です。ここで初めて生活の中で科学と直面しなければならなくなりました。意思決定に科学情報を使わなければならなくなったのです。私の母はミルシーベルやベクレルや科学者でもないにもかかわらず、私に何か伝えようとして、重要なことを伝えようとして数字を繰り返していました。その頃スウェーデンは雨風に乗って放射能がロシアから来て汚染されてしまっていたのです。多分皆さんにも馴染みのある話ではありませんでしょうか。東京でまさにこの状況が起きたのですから、かなりこういった情報を目の前にすると難しい状況になると思います。この86年非常にシンプルな時代だったんですが、2011年はこんな感じだと思います。この科学的な単位のカクテルの中にいるような状況ですね。エネルギーの消費量、個人的な消費量と、さまざまな数字があるわけです。科学者というのはどうしても数字で伝えようとします。専門家でなければなかなか数字が理解することができないと。傾向としてですね、知識のバリアとして見てしまいます。でも本当は何を言いたいんだろうというのを考えてしまいます。個人的に私はここに来るために、飛行機で来るために 2.4 トンの二酸化炭素をミッション排出してしまいました。そして海では pH が 8.14、 そして4ミリシーベルの放射を受けました。被曝を受けました。彼らは何を言っているのでしょう。情報が私たちに届けられるわけなんですけれども、科学者たちは本当に何を言っているんでしょうか。もちろんいろんな討議が特選あるわけなんですけれども、一つの例を挙げたいと思います。これは雑誌サイエンス、非常に有名な雑誌でありまして、この科学的な視点からですね、科学者が何を言いたいのかと、これはリンゴで、これは梨だというふうに説明しているのが、科学的に説明しているのが科学者だと思うんですけれども、誰かがですね、科学者が確実だというまで行動を取るなということは、社会は決して行動を取らないと同じだというふうに言っています。私からすれば、科学は確かに知識を生み出す素晴らしいマシンだと思います。しかし行動を生み出すものではありません。もちろん政策を行うことによって行動が起きれば理想的にはいいとは思うんですけれども、こういった視点で考えなければならないと思います。すなわち私たちは何を言っているんだろうというふうに考える必要がある。門戸を広げて新しい科学との関係を見直さなければならず、受動的であるのではなく能動的な参加者になることが必要だと思います。どうやって理解することができるのか。もし理解すれば前進することができるので、そのためにはツールが必要です。いくつものツールが今日紹介されました。素晴らしいと思います。私の伝えたいツールについても例を挙げてお話しいたしましょう。日本でこの危機が起きたとこ、来た際に放射能測定メーターが使われました。これによりまして日本中の放射能レベルを測ることができます。これは放射能のデータを収集する装置なわけなんですけれども、情報が必要だからこそこういったものが使われているわけです。我々インタラクティブ研究所としての作品もご覧いただきたいと思います。 X 線の画像ですが、これは専門家のためのツールでした。ということで私たちはバーチャルオートプシーテーブルという仮想人体学習テーブルを提供いたしました。でなぜかと言いますと、また別の側面から理解を深めていただきたいというふうに思ったわけです。データを専門家でなければ入手できないというのではなくて、かなり複雑なデータが入ってくるわけですけれども、このデータを表示すると、表すということは、
とても便利なのです。いろいろな側面からデータを見ることができる。そして一番ここで面白いところは、私は新しい利害関係者が互いに話し合う機会を作ることになるということだと思います。このテーブルの周りにスペシャリストだけが話しているのではなく、もう一つの例は、これもエネルギー消費を示すメーターですね。昔からある従来型のものです。これがもう一つ消費電力を表すコードです。電気コードが直接光という手段を使って電気の量を見せているのです。私の最後のお話ししたい内容は海についてお話をしていきたいと思います。私自身水人間でございます。そして何年か前から海を課題に研究を進めてまいりました。地球は 71% が水でできています。そして1億もの種を生み出しているのです。正直申し上げて、私は実はこのデータでびっくりしました。私は水が好きで海が大好きな人間だったわけですけれども、何なんだろうというふうに思ったんです。ということでチームを作り、 NGO を作り、研究をしていこうという試みを行いました。でこれは何かと言いますと、オーシャンサーチと呼ばれるプロジェクトでして、目的は個人所有のヨットに、調査隊になってもらうヨットにセンサーをつけて調査艦隊を作るということです。ということで個人の船乗りたちにもこの海の調査に関わっていただこうと考えたわけです。先ほども申し上げました通り、ツールを開発し共有するということは、センサーの技術と、それからこのプロジェクトではほとんどは品質から言いますと物語っているものだと、そして情報を共有するものだというふうに思っています。ですので可視化とソーシャルネットワークというのもこのプロジェクトでとても重要でした。ですのでこういった技術をですね、うまく絡み合わせていきたいというふうに考えました。そして最終的にこれから2ヶ月後ストックホルムで第1号のヨットがスウェーデンからアトランティックオーシャンに向かって出航いたします。で思いますに、まとめとしてお伝えしたいのは、彼らは何を言っているんだろうから、私たちは何を言っているんだろうに変えることはできると思うんです。そのためには適切なツール、そしてコラボレーションが必要だということです。ご拝聴ありがとうございました。